ひなチャンネル。今日はヘルク3話の反応会ね。今回の3話も安定して面白いじゃないの。いよいよ盛り上がってきたけど、先に反応に行きましょうかね。それではみんなの反応どうぞ。メガネから長かった、安定の1分遅れ。オタクたちが集まってきた。前回のヘルク、じゃあナレーション、じゃあ元日より臭い声になったな。小西克幸ってマッチョなキャラ多くない？本人もさぞマッチョなんだろうな。休憩ポイントあるのか。大雑把な地図、魔王さん中間管理職なのか。帝国四天王、アンちゃんはヒロインじゃないけど原作最強格。四天王って魔王より上なのか。原作協力ってクレジットの意味がわからない。ガンダムさんのシャアは池田秀一が嫌がったから。変な勇者。アニメ始まった。2クールとはいえ2話で原作6話分なの、進み遅いな。2クールあんのかよこれ。連続2クールだぞ。ちなみに原作は全105話だ。原作終わってんのかよ。その頃には2クールじゃ全然足りないって叫ぶようになるよ。黒髪帽子ちゃん、見えない毒、ナウシカの不快かな。不快かな。火星植民地ドームみたいな。魔族が人間界狙うわけか。フードかぶっとる。脳天気吉野。頑張るぞい。魔物と魔族は別なのか。魔物って魔王の支配下じゃないのか。チョコかよう。食べたう。今週のしまった。チョコだろが。いたチョコのある世界。カカオ豆だろ。チョコも豆だな。チョコにも豆は入ってるだろ多分。カカオ豆だからセーフでは？無駄な尺使いやがって。30分？長えよ。前準備が長すぎるっぴ。使えねえよ。30分かよ。バミリオちゃん強えよ。アニメ終わる。もう、ミカコシ一人でいいんじゃないかな。キレゲーなのに可愛い。ツッコミ可愛いな。キレゲーミカコシ。城まで3日ぐらいかかるのか。何の旅なんだこれは。治ったのか？それ治ったのか？修復魔法？騒ぎそう。バレてた。え、マジで？リアクションうっす。どう見てもそうだなう。あんたバカ？か、勘違いしないでよね。絶対に言うなよ。JDN は運営の案だった？言ってる。JDN は運営だった？ちゃん付けはダメう。あんちゃん可愛い。ちゃん付けはするなう。あんちゃんはダメなのか。ラザニア来たー。違うとは言ってないだろう。バカだったう。裸エプロンに見える。とろけるチーズ美味しそう。野郎の裸エプロンとかさ、ナスが苦手う。ナスうまいのに。ありがとナス。材料あったのか。でもお肌けするんでしょう。ナスが食えないう。ナス嫌いなバミリオ様可愛い。ナスのぐにょっとした感触が苦手という人はいる。うめえ。お肌けしろ。うまいんかい。石田 VS 松岡くん。克服よかったなう。静養しろよ。石田の出番まだあったう。石田明と松岡義嗣が共演するアニメは名作。松岡くんと石田がイチャイチャするアニメは。なんか展開のんびりしてるなと思ったら2クールあるのか。魔物が多く発生してるんですよ。ミカコシはそばが苦手だったのでは。ヘルクがいるから平気平気。護衛ごと焼いちゃうからね。パックンフラワー。大体めんどくさい。めんどくせえんだ。全部めんどくせえ。ざっくり解説だけどちゃんと把握してんだ。モンスタートレイン。ミカコシの負担がでかい。ミカコシのツッコミええな。ノリ良すぎだろ。エリアボス。バミリオちゃんも大変だな。魔族の魔界でも危険いっぱいなのな。またシャッター。池田秀一の声で新世界と言われると。そんなに怖いか新世界が。歯が無駄に動いてる。こいつはよく知っている。ヘルクが動いた。ヘルクがガチだ。知っているのかライデン。あのハゲ何もしてないよな。キックじゃねえか。普通に蹴ったう。サスヘル。でも剣短いぜ。探検やん。お物は消毒だ。こっちのセリフだは何の旅なんだよ。なんだこいつ。もじもじくん。ごめんください。そんな呪文があるかう。素が出てる。意識低えよ。もう帰れよハゲ。ドルーシが出るアニメは。ドルーシといえばなぜハゲなのか。普通に意識低かったう。こういう時全員やる気があると思って動くべきだろ。ヘルクにやられた？ JDN 人間、自分の罠う。まあそうだろうと思った。ボンミスだ。自爆したのか。間抜けじゃねえかう。勇者が死んだ波に無能。同じ漫画ワンだからなこっちが先だった気はするけど、松岡くんも実際に罠にかかったの？めっちゃ羽生えてない？バミリオちゃんうるさいう。バミリオちゃんのせいでは。引っ張るな。逃げてるだけじゃねえかう。倒せねえよ。武器がねえよ。僕の王の力が。うわあ。やられた。真っ青おっぱい三振だ。気になるとこで終わった。一番やる気あったのに、腕を切り落とされて死んだアニメキャラはいない。腹貫通しても死なない。そっちは半分くらいは死んでる気がするが。ラムネエンディングの人かこれ。あんちゃんのツッコミが可愛いよね。ハルクはちょっと盛り上がりを見せてきたなここに来て。あんちゃんが何とかしてくれる。鎧のボスまさか女？四天王と一般。魔族でかなり差がありそうだな。みんなの反応はここまでです。秘密の通路を開ける呪文がさ、ごめんくださいって何よ。
近所の家にお邪魔するみたいな掛け声よね。いや、センスいいよな。あとさ、あのハゲガードしかできないでしょ。攻撃できる魔王候補がいないんだけど。唯一まともな人が腕切られたもんね。翼持ってる敵を倒せそうな魔王候補はヘルクしか残ってなくね。まだアンちゃんがいるじゃないの。あの子は強いわよ。今回は良いシーンで終わったので次回が楽しみだな。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。いつもご視聴いただいてる方も、初めて見てくれた方も、少しでも良かったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。